払いたいんでこっから行きます。ドボン。すげえ音やば。皆さんこんにちは、アグネス・ラムです。さて今回なんですけども、アグネス・ラム知ってます？正直リアルタイムでは見たことないんですけど、私はどっちかっていうと細川文江世代です。この動画は後編となってますので、前編は概要欄から先に見ていただくことをお勧めします。さて Mac mini なんですけども、前回ですね、分解してみたらコーヒーとかコーラとか何かわからないですけど、黒い液体によって水没していました。特にですね、 CPU 側 GPU 側だいぶ汚れていましたね。で、まあ、無水エタノールやパーツクリーナーなどを使って掃除してきたんですけども、全然汚れが落ちないと。で、最終手段として水洗いをしました。まだね、なんか黒いの残ってますよ。ほんとこの辺ね、残ってます。もうこれ以来私はもう黒い液体恐怖症、黒い液体アンチとなってしまいました。黒い液体を見ることすらできません。そんな体にされてしまいました。今回そのトラウマをですね、克服しようと完全に洗い切るという秘策を用意しております。ついに届きましたよ。やつが届きました。ではご覧いただきましょう。ついにやつが届いた。はい、ドーン。てててて、超音波洗浄機、かっこ業務用。いいですね。ダイヤル式でございます。いかにもっぽくていいですよね。今回届いたこちら、GT ソニック、GT ソニック、プロフェッショナルウルトラソニッククリーナー、レアマザファッキンストリートジャンカーということなんですよ。どういうことなんですか？このですね、テンション上がるよね、この見た目。最高だよね。業務用って感じですね。だから、まあ、大きいサイズじゃないと入らないなと思って探してて。するとやっぱりね、業務用みたいなやつしかないんだよね。だと安いですよ。1万5000円ぐらい。業務用って4、5万しそうなイメージだけどね。入ってたのは取扱説明書。日本語だね。中には、カゴとかですね。テンション上がるなぁ。あんま新品買うってことがあんまりないからね。はい、カゴの中には、電源ケーブルですね。三振のやつ。で、これは？あ、これは、アース付きのやつかな。あ、これはあれですね。腕時計をこう固定するやつですね。はい、腕時計なんか洗いません。そんなもん洗いません。で、カゴもいらないね。今回はね。なんかちっちゃいもん洗うときはこれ必要みたいですね。え？意外とそこ浅くね？マジ？マジかよ。うそん。入らねえ。あれこんなにそこ浅いの？全然洗わねえじゃん。あ、まあ、2回ぐらい洗いますか。別に蓋は閉めないでいいわけですからね。この超音波洗浄機はヒーター機能がついてるんですよね。これがまあいいなと思って。温度が20度から80度まで設定できます。20分までタイマーかけれます。こういうアナログな感じで。たったそんだけですね、使い方は。ピカピカになる前にまずは今の汚れ具合を確認しておこう。ちょっと顕微鏡で撮影しておこうかな。どのぐらい綺麗になるのかっていうのをですね、残しましょうか。汚っ。まだまだ全然汚れてますね。なんかほらめちゃめちゃついてるんですよ、汚れ。もう全然ですね。うわー汚ね。もう全然です。うえ、まあ、この部分だけじゃなくて GPU、CPU の下とかにもこの汚れが溜まってるわけですね。というわけでじゃあ早速もう超音波洗浄機にも突っ込みたいと思います。いろいろ不安はありますが、まあ、電池を外してね。最強のキレイキレイタイム開始。水を入れました。ここまで入ってますね。まあ線まで入ってるからいいかな。除菌ができるジョイ、しつこい汚れもこれ1本入れます。適当に、ここだね。ここを洗いたいんでここから行きます。ドボン。ヒーターは50度で5分じゃなく10分いこう。10分いきます。すげえ音するな。すげえ音するわ。
うわ。終わった。超うるせえ。あんまり綺麗になってなくない？あんまり綺麗になってないんじゃないぐらい。こえー、じゃあ次こっち。いきます。反対も10分。終わった。どうですか？ちょっと半信半疑でございますが、いやなんかこことか汚いぞ。なんか汚ねえ、白い隙間の、CPU の隙間とか茶色の残ってる。うそー、マジ嘘でしょマジで落ちないなこれ。うわい、ちょい、もっかいじゃん。そうだ、温度めっちゃ上げよう。温度を確かね、基本50度って書いてたけど70度ぐらいで上げよう。よし、どうでしょう。なんかあんま落ちてねえ気がすんな。パパッと注いできます。超高級な水道水で洗剤を洗い流してきました。はい、じゃあ乾かしてきました。なんかそんなに綺麗になってない気がするんですが、逆に汚くなってね。汚いよね。ちょっと顕微鏡見てみようか。一応この金属に染み付いてしまった色ってのは落ちてないけど、汚れ自体は落ちてるような気がする。若干落ちてる。ベタつきみたいなのは全くなくなってますね。ベタベタしたのが残ってしまってたんですけど、この超音波洗浄の後はもうベタつきみたいなのは全くないです。ただ見た目がそんなに綺麗じゃないっていうのが心配なんですよね。意味あったのかなっていう。例のごとく水分飛ばすため、エタノールかけます。入り込んでしまっているところね、中心に飛ばします。エタノールは水分を飛ばす作用があるんですよね。 OK で最後ヒートガンで温めます。これで無理やり乾かしましょう。はい、今乾かし終わりました。でそこで衝撃の事実が発覚しました。見てください。洗う前より汚くなってる。洗う前より汚いじゃん。勘弁してくれよ。なんで汚いのこんなに。ちょっと拭こう。いくらなんでもこんな汚くなる。汚い、何これ。なんでまだこんな汚れてんの。どっからその汚れ出てきてんの。めっちゃ汚いんだけどなんでこんな汚いのよ。なぜか洗浄する前より汚くなっているという驚愕の結果になっておりますが、とりあえず軌道確認してみたいと思います。あんまり汚れ落ちてないかもしれないですね。とんでもね、1万5000円かけて落ちてないかもしれない。ちょっと仮組みして電源入れてみます。何回目だろうねこれ。よしよし。でファンつけようか。ファンつけてファンが回るか見よう。よし、ファンつけました。電源。さて、緊張の一瞬でございます。超音波洗浄機で洗浄した Mac mini、果たして通電するのでしょうか。刺しましたよ。いきますよ。電源。ウォン。はい、ダメー。電源。ウォン。ダメだね。電源、うん、電源、うん、ダメだこれ。
変わらず。一瞬回るけどね。一瞬だけ回る。電源オン。ダメだ。ダメだこれ。やっぱ汚れがちゃんと落ちてない感じなのかな。もう一回洗おうかな。よし、もう一回洗おう。もう一回洗う。ショート探すか。ちょっともう一回洗う前にショート探すか。ここ電圧見てみようか。何ボルト来てんのか。ゼロ。12ボルト。この辺全く来てないのかな、もしかして。ショート箇所を探したり、電圧を確認したりしてますが、全くわからんので、とりあえずもう一回洗います。ということで、もう一回洗います。もう洗いがまずくて、ちゃんと洗えてないから動かないっていう結果になったら困るんで、困るっていうか悔しいので、しつこく洗っていきます。こんなもんかな。ヒーターは、ちょっともう高めでいこう、ね、80度はまずそうなんで70度ぐらいにしておきます。除菌ができるジョイ、しつこい油汚れもすっきり。これ杭を残したくないんでね、やりすぎぐらいでいこう。それでは入れてみたいと思います。汚ねえ、なんか白い粉みたいなの。頼むぞ、なくなってくれよ。よいしょ。15分、もう最後なんでね、15分やります。はい、じゃあ終了しましたね。熱々だね。軽く水で洗い流してきます。ヒート缶で温めて乾燥させようかな。完了。今回はアルコールをぶっかけないんでね、全部リフローするぐらいの気持ちでやったりました。 OK、まず組み立ててみましょう。日本語もおかしくなってる。組み立ててみましょう。え、壊れた。やべ。壊れた。大変なことが起きました。あまりにも過酷な超音波洗浄並びに、ヒートガンでの加熱に耐えかねて、バッテリーホルダーが破損しました。ここね。ここで引っかかるはずなんですけど、かからなくなっちゃった。これペローンって出てくる。もうダメだこれ。とりあえずテープで貼っとくか。ちょっとビニテで仮止めしておきます。後でどうにかしよう。じゃあプラグさせてみますか。はい、 OK、 仮組 OK ですね。じゃあいきますよ。電源オン。変わらずでございます。電源はい。変わらんの。ナミレス。ダメですか。どこかわからんけどショートしてる。CPU、GPU がショートしてるんじゃないかなと思いますね。あとはまあチップセットか。それ以外のところのショートが見当たらない。やっぱこの辺りがショートしてるんだと思うんだよな。全然落ちきれてないもんな。この隙間とか全くだもんね。このチップセット裏の4つのコンデンサー、ショートしてるんですよ。CPU 付近っていうのはショートしてるもんだっていうのを聞いたことがあるんで、チップセット付近もショートしてるのが当たり前なのかな。一回外してみますか。この4つ。ショート直らずということでね。やっぱりチップセットがダメなんじゃないかな。この中に液体が入ってやっぱショートしちゃってんじゃないかなっていう感じがしますね。こういうのってリボールしないといけないよね。一旦剥がして。リボールっていう作業なんですけど、私には到底無理な作業ですね。多分もうこの中がダメなんだろうな。どっちにしろこれも一旦剥がさないと。
はい、というわけでなんですけども、 Mac mini 超音波洗浄機で洗浄してみました。あんまり落ちなかったですね。何度も何度も洗いましたが、まだまだ汚れは残ってます。結局通電はしなかったんですけど、その原因としてはやっぱりね、いろいろショートとか調べたんですけど、やっぱりこの辺の汚れだと思う。この辺の裏入り込んだ液体がショートさせてる可能性が高いと思いますね。今回は修理失敗ですね。今回は敗北を認めましょう。うん、 Mac は敗北1ということになりました。なんで、まあ、公式洗浄記録、Mac のロックは勝率 100% のまま継続ということになりました。なんとかうまくごまかせたよね。というわけで、継続してアンチ黒い液体、黒い液体撲滅団体を立ち上げたいと思います。くしくもですね、この撮影をする直前に私自分のメインノート PC に黒い液体ぶっかけちゃいました。みんな水没には気をつけようね。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。また見てくださいね。バイバイ。